マッチョマン本格的にヤバそう。もう終わりだよこのマッチョ。鈴木は飛ばしすぎだろ。メキシコ戦だけの一発屋や。吉田と筒香を出しても大谷や聖夜に勝てないのか。ひょろがりのっぽのクルーズは大爆発。筒香に筋トレと速球への強さを足しても吉田にしかならないという現実。でも高校球児の憧れだから、かろうじて OPS7 ある。うん、ショートで守備の名手なんやろな。このままだとガチで高級筒香やんけ。ちゅうてまだ OP 戦やし。って言いたいとこだけど、守備走塁も絶望的なんだよな。次回の WBC では吉田じゃなくて万波を代わりに選んでほしい。吉田って結局最初だけだったのな。守備の人かな。こちら5年9000万ドルでございます。ノイジーと同じでヒットは打つから落としにくいんかな。帰ってこい敦賀気比に。吉田これでも WRC110。全体的にだてーな模様。見頃ばっかがマッチョマッチョやってるの向こうの人どう思うんやろ。仮にも渡米前の2シーズンは NPB 最強の打撃指標を持ってた選手だったのに、ここまで落ちるとは壁を感じるわな。なんか単純にパワーピッチに押されたら前へ飛ばないって感じなんだよな。スイングスピードか、パワーが足りないかもね。伸ばすなら出塁率、去年の成績プラス出塁率370ぐらいあれば十分評価される。長打を伸ばすのは難しいし。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。